はい、それでは今日は体幹エクササイズで意識するポイントについてちょっと解説をしていきます。本当に体幹トレーニング最近はもうメジャーになりましたね。これ今空港の動画で掲載させていただいているボールの上に乗る種目も体幹トレーニングの一つですし、最もメジャーなところですとうつ伏せになってこう肘をついて体をフラット一直線にしていくホバーやプランクとも言いますね。そういった種目が有名なところだと思います。皆さん、体の引き締めに効果的な種目ということで、お腹は意識する方すごく多いかと思うんですが、実はお腹以外にもしっかりと意識しておきたい場所というのがありますので、今日はそのご説明をさせていただきます。体幹というと体の胴体の部分になるんですが、そこを支えるのは正直言うとお腹だけでは限界があります。お腹以外の場所というとどこになるかというと、やはり背中の部分、これをしっかり使ってあげるということが大事になってくるわけですね。本当にこの体幹筋群と言われるところでして、名前いろいろこう縦にこの背骨にちょっと背中ですね、この背骨に沿って伸びている筋肉がいろいろ実はあります。腸肋筋という筋肉や、最長筋、最も長いという、いう感じで、各筋肉であったり、あとは曲筋であったりといったところ。トータルで、脊柱起立筋。脊柱起立筋という名前はおそらく、ジムに通っている方でしたら、このバックエクステンション、体を反らす種目で、脊柱起立筋に効きますよという、表記があるマシンもいろいろあるかと思うので、皆さん、脊柱起立筋というと、大体この腰の部分だけを意識するかと思うんですが、こういったトータルでいう脊柱起立筋というのは、最長筋や腸肋筋、いろんな筋肉も含めるとこの首の方までかなりもうこの背骨の全体を、筋肉をトータルで、そう脊柱起立筋と呼ぶ形になります。さらに奥にある筋肉が、多裂筋という筋肉があるんですが、それらの筋肉も、深層の筋肉というのも姿勢を維持する働きというのがありますので、そういった部分をちゃんと使えてるかどうかっていうのを意識していくことがポイントなんですね。単純に言うと、このホバーですね。こう、肘をついて腰を上げるっていうところ。よく、動画のいろんなサイトなんか見ても解説すると、お腹に効かせるところに、重点的なポイントとしてお腹を効かせるところに、しっかり焦点を置いてる解説の動画っていうのを見かけるんですが、私はお腹と、ちゃんと今解説した背中の部分の、この上と下がちゃんとバランスよく、使えてる状態というのが自分でやっていてちゃんとイメージできるかどうかっていうのが大事ですね。単純に言うとこのプランクの動作で言うと、私の場合は下腹部、おへその周辺と背中全体がちゃんと使えてますかっていうのはお客様には必ず確認をしていただいています。この背中もうまく使えることによって、掲載させていただいた写真の、ボールの上に立つ種目もそうですし、それ以外の、ホバーを少し、ボールに肘をつくパターンであったりとか、あとは体を横向きにして、それも私の動画のチャンネルでちょっと種目紹介させていただいてるんですが、とにかくちょっと強度のその高い体幹トレーニングというのは、やはりお腹を引き締める効果というのもかなりありますので、そういった強度の高い種目を徐々に取り入れていくことを考えても、お腹以外の背中、特に背骨の周辺の筋肉というのを皆さんよく意識するようにしてみていただければと思います。